テレビアニメバックアローリンガリンド放送局。皆さんこんにちは、テレビアニメバックアローアタリーアリエル役の須崎彩です。皆さんこんにちは、テレビアニメバックアローエルシャリン役の小沢ありです。リンガリンド放送局第13回目の配信がスタートしました。この番組は現在放送中のテレビアニメバックアローをマックス盛り上げていこうという冒険活劇ラジオです。はい、おお、今日は4月1日です ね、エイプリルフールだ、うん、わあ、なんか嘘つかなくちゃ、どうしようかな。私ラーメン大嫌いなんだ。かわいい。しょうもない嘘。私本当のことしか頭に出てこなくていいのって言って。正直者だね。そうですね、私、うん、昨日風邪ひいたんです。それちょっと嫌な嘘だな。ちょっと同じブースにいたくないな、それは。確かに。ミスった。嘘をミスった人がいました。よし、じゃあ、ノルマはクリアということで、はい。クリアしましたね。はい。早速ラジオやっていきたいと思いますが、うん、はい、前回、前々回は、シュービ役の杉田智和さんがゲストにいらっしゃって、ね、シューについてすごい詳しくね、うん、ね、お話いただきましたが、うん、あ、今回もゲストさん来てくださっております。うん、いや、そうなのよ。大好きな大好きなお姉ちゃんがね、はい、嬉しいです、いらっしゃいますのでね、じゃあ早速オープニング開けていきましょう、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りします。テレビアニメバックアローリンガリンド放送局。では本日のゲストさんご紹介しましょう。井上菊子さんです。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメバックアローディソナンザ役の井上菊子、17歳です。おいおい、やったー、もう本当ありがとう。17歳よりもおいおいの方が大切だから。いや、もう私声優になる前からこれ憧れでした。もうすごく嬉しいです。ありがとうね、言った、もうおいおいやっての、はい、耳がね幸せになった。本当に、本当素敵、ありがとう。一人で一人喋りを聞いていたい感じ。とんでもない。私たちね頑張ってねお話を引き出さなきゃ。よろしくお願いします。聞かせてください。女性ゲストさんはですね、うん、ハンちゃんに続いて2人目です、うん、そうでしたか、はい、結構ね男性がいらっしゃることが多かったので、あ、だからありがとうございます。いいのかな、私なんか、いや、もう華やかです、本当に、本当に大丈夫、すごい。ゲストさん来るとき緊張するんですけど、うん、私今日はなんだかすごく温かい気持ちです、うん、嬉しい。あ、これはもう帰るときにはもう肩こりも取れてそう。もうルンルン気分になるよ。スキップしちゃうぞ。本当になんか菊子さんからマイナスイオンがマジで出てる、本当に出てる、みんな絶対もう本当パワースポットだと思ってる。嬉しい。だってディレクターさんだっていつもなんか何も喋っちゃうのに今日ニコニコなんですよ。今日マジでマジでトークバックのお声が柔らかくて菊子さんの多分イオンです。本当よかった、はい、もうみんな幸せになれ、あぶわー、最高のお姉ちゃん。ニヤニヤ、2週にわたってお付き合いいただきますのでよろしくお願いします、はい、お願いします。さてこのラジオが配信されている頃はアニメの第12話までオンエアされてるんですが、うん、はい、まずはお姉ちゃんの演じるディソナンザについてお話を伺っていきます、うん、はい、いや、この役、うん、本当に全てが不詳というかそうです、年齢性別、うん、もうね、全部そう、本当に不詳なの、うん、なんか私自身、うん、まあ、この、まあ、正体不明のキャラクターをこう演じるにあたってすごい悩ましかったし、うん、あと監督さんから中島さんからともこういろんなこうリクエストもちょっと、うん、うん、難しいというか、うん、どこが正解なんだろうみたいな、うん、最初から最後までちょっといろんなことがわからないままなんだけど、それがまさしくディソナンザなのかなみたいな、うん、こう変幻自在なところもあるから、うんうん、これっていう言語化がないみたいな、そうで、しかもバックアローのキャラクターの皆さんって本当にいかにもっていうキャラじゃない、そうですね、キャラも一人一人際立ってるし、うん、もちろんその声優陣も、うん、もうまさにぴったり、もう二人ともぴったり、うん、ありがとうございます、超絶かわいいよな、嬉しい。須崎さんお姉ちゃんに褒められちゃった、お目目が垂れそうなぐらい微笑んでる。もう本当にもう誰も彼
もがもうなんかあの可愛いかっこいいとかもうあのそれぞれがもうバチってなってるところで、このディソナンザだけが謎めいてるっていうところが、自分自身もちょっといつもドキドキしてた。あ、でもきっとルドルフ自体もすごくちょっと違和感があるキャラクターだし、うん、その隣にいるディソナンザもまあそりゃ違和感というか、そうだね、不思議な感じになります。そうだね、なんか本当にルドルフ様にずっと近くにいるから、うん、でも個人的にはすっごい楽しくって、一緒にね収録されていて、そうなの、面白いじゃない、いやすごいね楽しかった。でやっぱりディソナンザって執事っていうか、まあ道化執事、はい、ルドルフ選定教の道化執事っていうことだから、うん、まあ道化師的に楽しんで演じなきゃいけないっていうところで、自分自身楽しみたいんだけどちょっと悩ましかったり、でもあのセリフによっては思いっきりやっちゃおうっていう、まあそれはまだもうちょっと先なんだけど、そういうところまではもうちょっと皆さん待っててねみたいな、確かにずっと なんだろうこのキャラ変なのって思ってくださってると思うんですけど、それでいいと思ってる。現状はねここまでしかねお話できないですもんね。そうなの。そしてまあディソナンザがこう活躍っていうほど、活躍どうなんだろう、微妙なところなんだけど、うん、そうなればなるほどうざい感じ、それを谷口監督にとにかくうざい感じでやってください。そうだったんですね。そうなの。もうだから私自身いかに嫌なやつに見られるかっていうところをすごくまだもうちょっと先のお話なんだけど、うん、それ考えたし、なんか無邪気に悪いことをやるみたいな、うん、あみたいな、うん、そういうなんかちょっと面白いキャラクター。あー、なるほど、すごく邪魔になるキャラクターでもあるけど、うん、なんか素晴らしっこくて、そうそうそう、みたいな、小林みたいな、そう小林ごめんね、ごめんね、私の中で用意してきた言葉は小ネズミみたいな、小ネズミなんか空飛んでなんかごめんさ、もっと しょうがった、よかった、ネズミの方がねもっとね大きいから、いい大丈夫、小林です、愛おしいと思ってもらいたいんです。そうそうそう、合ってる合ってる。ジャンル的にはちょっとみんなの中ではなんか嫌なやつチラッチラッと出てきてっていう、そういう役。あ、なるほど。でもなんかそういう役を聞く子さん指名ですか、これ。確かに指名なのよ、ありがたいこと、初めてですよね。すっごい不思議で、なんかそのそれこそさっきお姉ちゃんがおっしゃったように、なんかこの役はなんかもうぴったりな人っていうのがこう皆さんいろいろキャスティングされてる中、うん、お姉ちゃんの、その、まあ、声質的に、その、うざいキャラとか、うん、その、なんていうのかな、その、あどけない感じのキャラを普段やられるイメージがやっぱりないから、うん、包容力とか優しさとか、うん、もうありがとう、もっと言って、おい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 、リオンは発してきても幸せにする声ですからね。いやでも時々悪いのもあるけどね、結構ね、なるほど、本当に恐ろしい役も多いですけど、品がない子ですもんね、このディソナンザーは。そうなのよ、ちょっと、ね、なんか私も、うん、ね、バックアローの、うん、お二人はオーディションなんで、オーディションです、はい、相当皆さんオーディションやってたしね、うん、で私も実は違う役で受けてるの。そうだったんですね。二キャラこれとこれを受けてくださいっていうのがあって、それでなんかお仕事決まりましたって言った時、うん、いや嬉しいと思って、どっちだろう、全然知らない誰みたいな、かわいい、本当にびっくりしちゃった。でも本当にキャラの絵を見せていただいて、台本見た時どうしよう私大丈夫かなみたい な, なんか、いやでもその、うん、キコさんがやるからこそ出る、その実はなんかやばいやつなんじゃないかとか、なんかただのそのなんかあどけないそのなんかまあ子供みたいなキャラで終わんなそうだなとか、確かに、あとミキさんとのパワーバランスとか、あるある、そう、絶対なんか負けない、20代の子 ではダメなんだっていう感じがします。ごめん、まあ、10代じゃダメ17歳じゃないとできない、すごい10代、大丈夫。そう、なんか確かに谷口さんってその、うん、ボスみたいなちっちゃい役に結構ベテランさんを持ってくるところとか、なんか以前拝見してて、でも確かにすごい見た目はこう、うん、幼いんですけど、うん、本当に若い人がやっちゃうと、うん、結構やっぱり迫力が足りなくて、
て、やっぱり声にもう普通に声自体にすごい存在力がある方がやられるだけで、うん、もう何も言わずともすごく大きいキャラクターになるんだなって思いました、うん、やっぱすごい深みがはい、そうなんですよ。私たちは絶対出せない。出せないんですもん。深み出ちゃうよね。私たちが昆布だしだとしたら、多分豚骨スープじゃ味噌みたいなぐらい。本当に。それいい例えなのかな。薄いんですよ。本当昆布じゃちょっとね。味の深い。嘘おかしい。豚骨です。大好き私。大好き。お姉ちゃんのラーメン例えると豚骨のイメージは全くないけどね。いやあるやある私豚骨だと思う、まあまあ、そんなことないよまだ私を知らなくて絶対豚骨確実にこのねこの話題で気に入っていただけるよすごい豚骨気に入っていただけるめっちゃ楽しいんですよ、ね、そうだね楽しいねでもバカロ楽しいねあ本当にもう毎回楽しいあの親の時も楽しかったし、違う間違えた、収録の時も楽しかったし親も楽しい見るとねすごいね世界観が濃いね濃いですね本当にワクワクしますよねワクしちゃう面白い、いっぱい笑ってしまった、ねはい、たくさん聞いてきたんですけど、はい、まだまだね語れないこともいっぱいあるので、はい、ぜひねオンエアを追っかけてディソナンザについても皆さんに知っていってもらいたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますでは皆さんからのお便りもご紹介していきましょう、はい愛知の忠弘さんからいただきましたありがとうございま す皆さんこんにちはこんにちは第10話見ました、今回もちょっと変わった人が出ましたね、それはルドルフさん、外見と内面両方の謎が多いのと、悪の、一文字がとても似合うキャラクターだと思いました、そこで皆さんにお聞きしたいのがそれぞれのキャラクターを漢字1文字で表すとどんな漢字を当てますか面白い人のキャラクターを、あたりは、正義の正おーかっこいい保安官の娘なのでいいもんね、はい、かわいい、エルシャは賢明の賢ですかねあ、いいねいいね余裕がないんだけど一生懸命みたいなそうだなディソナンザは変あ確かにぴったりくる変とか謎とか、か仮面の蚊とか。ああ、確かに。いいね。そっちに変えようかな。変で変が一番いいです。変幻自在の変。そうだね。とても素敵。いいですね。見分けられた。はい。じゃあ、続いて紹介します。マーリョンヌさんからいただきました。ありがとうございます。須崎さん、小沢さん、井上さん、こんにちは。こんにちは。こいつ何？ディソナンザを初めて見た時に発した言葉です。笑い。その奇抜な格好のキャラクターと声が井上さんでさらに度肝を抜かれました。井上さんはディソナンザを演じるにあたって初めてビジュアルを見た時にどんな印象を受けましたか？確かに仮面つけてますしね。本当にちょうどこのキャラ表を持ってきたんだけど、まあ、正直びっくりした。そうですよ。本当にこれ女性か男性かもわかんないですね。ねし、私でいいんですかってちょっと思っちゃった。どんな声でやろうっていうその第一のプランってどんな感じだったんですか。第一のプランはもっと少年っぽかった。あ、そっか少年で持っていったんです。そう。でも収録の時最初のテストでいやもっと少女にしてください。15歳少女。で谷口監督にそうに言っていただいたんですけどなんか監督も思いついたって感じだから最初からこのキャラは15歳少女と思って作られたキャラではなくて、ちょっと皆さんディレクターさんもちょっと迷われたかもしれない、私が最初にちょっとこれをテストでやった時、それでそんなリクエストがあってちょっとずつこうやっていた感じなんだよね、ちょっと悩ましかったけど、本当にでも聞いたらちょっと性別でも分かんない感じですよね、オンエアとか見ると、本当だったら男性がやってもそうだ、確かに仮面の男性
がやってでもそしたら本当男の子になっちゃうし、ね、うん、あとは私があのかっこいくやろうと思ったらちょっとかぶっちゃうキャラの人もいたかもしれない。あー、確かにフラークとかもねかっこいい系のキャラだから。そうですよね、そっか、うんうんうん、なんてちょっと後から思ったりもしたし、これだけキャラクターがいるから、うん、こうバランスをこう、ね、やるの難しかったかもね、うんうん、あるのかもしれないですね。面白い、おお、うん、なかなか聞けない話を聞きましたが、ね、はい、続いてのメールです、はい、カスクリさんからいただきました。ありがとうございます。ここまで約3ヶ月間バックアローを見てきて思ったんですが、うん、この作品邪悪な笑みの似合うキャラが多くないですか？邪悪な笑みが似合うなと最初に思ったのは壱岐合衆国のガライ大統領ですが、フィーネ姫の別人格やシューも結構邪悪な笑みが似合いますよね。うん、でもやっぱり一番はどう考えても絶外邸でしょう。最初の頃は怪しい雰囲気の老人という感じでしたが、回を重ねるごとにヤバさが際立ってきたし、オープニングでの邪悪な笑みが毎回本当に好きで好きでたまりませんといただきました。いや、絶もねいいキャラ、権力を持った人は邪悪に微笑むんですかね。大変トップだった。確かに悪者は笑うよね。笑うものですかね。シューもよく笑うね。シュそうですよね、うん、シュ悪いシーンありましたね、うん、なんか杉田さんのその笑いのバリエーションが多くてびっくりします。すごいなって、うん、確かにシューでいろいろありましたね、笑いは、アイキャッチにこぼれる笑いまで、確かに確かにありましたね、あった、うん、いや、どんどん邪悪なキャラ出てきますからね、倒、はい、さないと。今後もお楽しみに、ね、はい、はい、ということでメールはここまでです、はい、そして明日4月2日にはアニメ第13話がオンエアになります、はい、ここからなんかオープニングが新しくなるそうで、アニメジャパンで発表されたね、あの青いエールさんの歌だとそうで、めっちゃかっこいいのよ。オープニング見せていただきましたが、ね、めっちゃかっこいいね、オープニング見惚れる。いや本当に何週かされますよ皆さん、はい。はい、12話の、内容なんですけど、はい、うん、私この12話大好きで、うんうん、レンがすごくたくましくなる話数だったので、うんうんうん、いや本当に乱暴ですよね、劣化って ね本当に。でもあれ紙で巻かれて、なんかそのレンの意識でその黒金みたいになってたけど、うん、本当は紙なんでしょあれ。でも絶対その時は黒金にしたよ、してたよ、してたよ、あの、あのバチンバチンなんないですよ紙が。乱暴だわって思って、でも本当になんかもうレンと貝の貝というかね、うん、めちゃくちゃ熱いシーンだし、はい、ギガンレップっていうね、あの翼の生えた油絵ハイトに変わって、はい、研究のやつじゃなくても、うん、遺伝子組み換えとかじゃなくても、うんうん、こうやって羽が生えるんだなっていう、ね、飛べるんだと思って、うん、はい、合体。そう、私がアベマで言いたかったネタバレはこれだ、うん、あ、これがこれか、これが好きだったから、楽しみにしててって思ってたんですけど、うんうんうん、はい、こんな感じになりまして、ね、いや本当に熱い演出で、そう、こういうのを見たかったんだ。うわ、そうそうそう、うん、めちゃくちゃ一視聴者として思いました。劣化らしい、こう、うん、なんていうんですかね、こう立ち方というか、うんうん、気合の入り方でしたよ ね、 ね、劇場の入り方も絶妙でね、うん、涙でそうなりました。するよね、世界もすごい好きでした、ね、はい、ということでね、アニメ第13話もお楽しみに、はい、引き続きアニメの感想お待ちしています。どんどん送ってきてください。テレビアニメバックアロー、リンガリンド放送局、このバッキャロー、主人公のバックアローの名の由来にちなんで、このコーナーでは皆さんがバッキャローと思ったエピソードを募集してるんですが、はい、お姉ちゃんバッキャローって思うことあるの？ありますか？でも基本はね、まあ、いっけって思うよ、ね、なんかそんな感じする、うん、なんだけど、うん、あの数ヶ月前にあったよ。お、それはあの、あ、みんなポッキーってね、うん、お菓子あるでしょ、はい、美味しいね、うん、私あれのアーモンドクラッシュっていうのが大好きなの、うん、あの粒々がついてるアーモンドがね、うん、であれが好きすぎて、あのいつもよく箱のまんまこうバッグに入れて、うん、持ち歩いて、なんかちょっとあの休憩時間に食べたりとかしてたんだけど、うんうん、ある時、あのあれって2袋入ってるのよ、うんうん、ね、
あの箱の中に、うん、でなんか一袋先に食べちゃったから箱を家に置いて袋のままバッグに入れて、うんうん、あの持ち歩いた時にあのちょっとなんか分かった天末の予想してますか、ね、本当、うん、そしたらある時あのスタジオで開けたらバッキバキに割れててあの小枝かなっていう感じになっちゃったわけそんなにうんなんかこう砕かれちゃった砕かれちゃいますなったのを見た時に自分自身にバッキャロってポッキーは箱が大切って思ったわけそこですね箱を置いて行っちゃいけない確かにそうかさばってもねかさばっても、うん、でも本当自分自身に思いましたあ、はい、華奢だからポッキーはあの袋ごと持っちゃいけないもうダメだった確かにでもそれでポッキーに対してじゃなくて自分で思うのがお姉ちゃんだなと思いましたすいません私もね、はい、あのアフレコの時に、うん、あのクーリッシュっていうアイスあるじゃないですかおいしいね、はい、クーリッシュ大好きなんですけど、うん、あれをね、うん、あ夏暑い時に、うん、あの持ち運んで食べようと思ったら半分溶けてて、もうクーリッシュにマジでバカ野郎って思ってなんで溶けんだよお前はよねでもさちょっと溶け気味のクーリッシュ美味しいんじゃないでも結構溶けてたんですよしかもそれ試したら檜山さんに現場でそれ食ったやつお前が見たことねえって須崎さんなんか頭いいのになんかね夏持ち歩いたらそれ溶けるでしょなんか密閉されてるからあんま溶けないのかと思ってたんだよねそんなこと全然なくてそうなんですよねアイスっていうのはねもう本当にねすぐ溶けますよね、はい、そんな感じでね皆さんからのバッキャローも紹介していきますかわいいバッキャローだったな、フリューゲルさんからいただきましたありがとうございます。私が最近バッキャローと思ったことは靴のサイズについてです。私は足のサイズが大きく29センチじゃないと入らないのですが、ある特撮とコラボした靴を購入しようとした際、サイズ一覧を見てみると、最大でも 27.5 センチまでしかありませんでした。なるほど。履けないのであればせめて鑑賞用として購入しようとも思ったのですが、それだと履きたいと思っている方に失礼かなと思い購入を断念しました。優しい人。自分の足のサイズと靴サイズのラインナップにバッキャロー。皆さんもこのような経験ありますかといただきました。これは辛い、男性はね辛いね、うん、サイズがない問題とか男性とかだとよくあるのかな。そっかもしれないね。やっぱ大きいのになっちゃうともう同じブランドしか買えなかったりとかしてね。確かに大変そうですね。そうだね。まあ、でも鑑賞用でもう欲しいぐらい欲しかったんですね。そうだね。これが、残念ね。でもこの靴とかはさ、うん、こうやっぱり通販なんかで買っちゃうとあの履いてみたら合わないとかもあるしね。で逆に最初に分かってて、まあ、諦められたっていうか、ね、来て履こうと思ったら履けないよりは、うんそうですね、ちょっと傷は最高っていうか、なんかほら SML とかでさ、うんね、そうやってなっちゃってて ね意外とそれもあるしね。靴って置いとくとなんか勝手に壊れますよね。傷んでなんかありませんね。ノリ剥がれたりみたいな、なんか置いといただけで。なんか見ました、そういうの。あ、そうなんだ。はい、やっぱ置いといてもやっぱ劣化してっちゃうんですよ。そうなんだ。劣化だけに。あ、劣化だけに。劣化外帝国。劣化だったのか。どうしよう。劣化だったの。劣化の人たち怒られそう。はい、続いて紹介します。ドータさんからいただきました。ありがとうございます。先日電車の中でもちろん静かに邪魔にならないようにスマホのアプリゲームをしていました、うん、ふと横に目をやると隣に座っているおっちゃんが僕のスマホをガン見していたんです、うん、なんだ美少女を見て楽しそうにしている僕を見て面白がっていたのかと内心イライラ。人のスマホを覗くなバッキャロー。あーまあでもあるよね。私も見ちゃう。見ちゃうの見ちゃうの何やってんだいって見ちゃう。でもなんかこの間見ちゃいけないの見ました。何見ちゃいけないのって。夜になるとガラスに、うん、最後のガラスに、うん、あ、映り込むじゃないですか。映る、うん、すごいね。もうねお姉ちゃん裸姉ちゃん見てました。いやだ。電車の中でそこで見るみたいな。お家まで我慢してくださいませみたいな感じでした、あんたが見てるの見えてるよってなりました。確かに、それ見えてること
ことを気づかせてあげたいよね。いやいや私だったらちょっと言っちゃいそう。静かに見てるからさ許してあげたんですけど。見えてる見えてる。確かに電車の窓とか怖いよね。そうなんです。私電車の窓に映る自分が怖い時がある、なんか疲れ切った自分。いや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 。ちょっとね本当の年齢が出るっていうの。え、そうなんですね。本当に綺麗お姉ちゃん。いやいやいや、そこ笑うとこだからね。全然違う。あんな真っ暗のね窓だけでそんな出ないですよ。でも私もありますよ、テレビ自分の画面で、家の画面で見て、なんか本当になんか疲れた自分見て、あのゲームのロード中とかで真っ暗だった瞬間とかやって思う。私携帯の誤作動のカメラで自分を下から映った時に、いやだひどい顔ってなりました。真っ黒の画面ってやめてほしいよね。そうだね、真っ白とかにしてくれたらいいのね。映んないですね。じゃあもうそれはよかったよかった。じゃ続いてのメールです、はい、カークさんからいただきました。ありがとうございます。会社でよくカップ麺を食べている同僚がいます。それ自体は別にいいけど、麺をすする音がまあ大きい。ズル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 とすすっていて集中力が乱されます。静かにしろバッキャローと心の中で叫んでいます。そっか、デスクで食べると。あか嫌なのかな。まあ嫌か。何口で食べ終わるんだろうな、うん、そこ。私大体カップラーメン 4,5 口で終わるんで。そう、なんか口にいっぱい含むのが大好きで。ハムスターみたいな。そう、こうなるんですけど。あれちゃんが四五口。いや面白いね、ギャップ萌えだね。全然そういう感じもないんだけど、20代の頃もなんかげっ歯類って言われまくってたんですけど、まあ、歯も出てないのに歯並び綺麗なのにげっ歯類って言われて、なんかプンプン口に含みまくってもパンパンにして食べるから。いや面白い、ね、なんで早く食べてくればいいですよね。そっか。まあでも忙しい職場なんだろうね、きっと。職場でカップラーメンね、うん、食べちゃうぐらいだから。確かにそうだね、うん、ちょっと許してあげてほしいね。はい、そうだね、一瞬だから、うんうんうん、私もでも映画館でポップコーンとかの音が隣の人だとちょっと嫌なタイプなの、うん、まあそれは映画館は辛いね。そうですよね、うん、食べていいところだけど、うん、でも上映始まったらやめてって思っちゃうタイプ、うん、私もちゃんと上映始まったら口でふやかして食べてます音立たないように尺って言わないように。そうそうそう、うんで溶かして、はい溶かしてバーンってなった時にシャ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 。ふやかしたポップコーンほどまずいもんないと思うんだけど。確かにしけたポップコーンはまずいです ね、 ね、はい、ということでここまでです。こんな感じで小さいバッキャローから大きなバッキャローまでどんどん送ってきてください。以上このバッキャローでした。リンガリンド放送局、お送りしてきましたテレビアニメバックアローリンガリンド放送局、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはバックアローアットマーク温泉ドット .ag back-arrow アットマーク温泉ドット .ag です。番組配信ページにある投稿フォームからも送ることができますよ。たくさんのメールお待ちしています。ではここでバックアローの最新情報をお伝えします。まずは魂ネーションズからフィギュア情報のお知らせです。ハイターゲット向けロボットフィギュアのロボット魂からはブライハイトのムガとギガン、それから造形、彩色、稼働にこだわったフィギュアシリーズ SH フィギュアーツではアローとエルシャが商品化されます。そしてシンプルな稼働と手のひらサイズの大きさが魅力のデフォルメフィギュアシリーズフィギュアーツミニからはアロー、エルシャ、アタリーの3人が登場します。ご紹介した商品はすべて予約受付中です。詳しくは魂ウェブでご確認ください。またロッピーと HMV& ブックスオンラインではバックアローのオリジナル商品を販売中。 HMV& ブックスオンラインならすべてご自宅のパソコン、スマホからご購入可能です。この機会をお見逃しなく。詳しくはロッピーと HMV& ブックスオンラインのホームページをご確認ください。さてさて第13回目の配信でしたが、うん、姉ちゃんお付き合いいただきありがとうございます。こちらこそです。全部すごいなんかわーって
って気に入ってくださって、めちゃめちゃもう本当に愛らしいです、いや本当にこちらこそありがとう、楽しかった、何やっても褒めてくれるお姉ちゃんって、本当にもうだって褒めるところしかないよ、やったー、家族に欲しいです、甘やかされて甘やかされて、いやだからもうほのかちゃんとか超幸せじゃないかなっていつも思うんですよ、ありがとう、いつもね二人も優しくしてくれてね、ありがとうね、私実は現場でお会いしたことまだないんですよ、あれあやちゃんないんですけど、ツイッター相互フォローなんですよ、すごすぎる、あのね、お家でね二人の話とかよくするから、ね、こう写真見て可愛いねとか、いつも言ってるからごめんね一緒にいる気がして、そうだったんですね、そうももちゃんが、うん、あのもうママの写真って言ってこうちっちゃい頃の写真とかあげるののいいね数すごいからいや私もそれいいねをして、ありがとうね、素敵ですよね、いつもなんかそのツイート見るだけつぶやきってこんな素敵なことあるんだみたいな、ありがとう、私ね初めて最初の頃あのツイッターやり始めた頃にお客さんが全然少なくて、あやちゃんが自分のお客さんたちにきっこお姉ちゃんが、あのフォロワーさんが少なすぎて寂しがってあの皆さんよろしくみたいな、お願いしますみたいにすごい、あのあやちゃんのおばのお姉ちゃんがツイッター始めたよって言ってないんですよね、全然フォロワー少ないことなかったですよ、全然それでね、あの助けてくれて一気に何千人も増えた、全人本当ありがとう、いやもうとんでもないです、いっぱい助けられてんのよ、本当にすごいです、ありがとうね、もうね幸せです、お姉ちゃんの役に立てて、ありがとう、はい、来週もねいろんな話をお姉ちゃんと一緒にしていきたいと思います、よろしくお願いします、ということで今回はこの辺でお別れです、ここまでのお相手はアタリーアリエル役の須崎彩とエルシャリン役の小沢アリとディソナンズ役の井上きっこでした、バイバイ、この番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りしました。